なるほど。原因不明だけど体だけ幼児化してしまったと。そういうことらしいです。この姿で仕事はまあ、できないことないでしょうけど、生徒に会えばいじられること確定でしょうな。いらぬ黒歴史になりますものね。とりあえず、必要になる時があれば俺が出向けばいい感じなんすね。引き受けてくれますね。いいっすよ。苦労するだろうな、あの人。なんでトイレに行くのもこんな一苦労なんだよ。何トイレで困ることあったの？性転換したわけじゃないのに。地味に気になるのが便座に座ったら足がつかなくてよ。足ブラブラ状態。何その可愛い状況。即つかなくてブラブラとか。今度は黙ってから。どうしたの？起立してる状態で娘を見上げることになるとは。じゃこうする。これもこれでだな。抱っこして持ち上げたれ。よいしょ。わ、お父さん軽い。うん、ごめん、これマジで気まずいかも。家族なんだから気まずいことないでしょ。いや、これはきつい。こんなことあるんだな。幼児化するわ、抱っこできるわで。今時能力とかあるから非常識なことも普通に考えられるけど、これはマジでやだ。まあまあまあ、まずはご飯食べて一旦落ち着きましょうや。やったのだ、ご飯。腹が減ってはなんとやらだしな。よっと。座ったらお父さん食べれなくない？それ、クッション持ってこようか。なんかマジでガキじゃねえか。思ったより食えなかった。胃袋まで幼児化したのかな。数量的に見ればそうなのかもね。まともに食えねえのかよ。もうちょい食えたかったんだが。許容量超えて元に戻った時に体重増えてたりして。それはそれで嫌だな。プニってもそこつまんでイジイジしてあげる。痛くしないでくれよ。振りかね、それ。ガチガチに芸人魂出すじゃん、お母さん。つかさ、剣持てないしスマホも片手で持てないんだけど。わ、お手が小さい。あー、これは持てないわ。スマホいじるのは置いてからになりそうね。置いてるからスマホの画面丸見えになるけど、R18 はやめなさいよ。何を言ってるんだ、母さんは。すごいこと言い出すね。でもお母さんいるからいいでしょ。答え方によっては殺されんだけど。てか、お母さんさらっとそっち系の話題を振ってきたね。りん、母さんはそういうのも平気で見るタイプだ。というか、勉強。つって進んでみちゃうんだよ。おかげでどうなったか。どうなったの？実技練習って言ってお父さんに手伝ってもらうことになった。なんで真後ろに立つんだよ、怖いって。怖いの？何が怖いのかな。こう考えてみると、うちの両親。おや、お父さん。柵が屋根に乗ってるな。はい、来客です。いらっしゃいませ。隠れても見つかるよな。即発見どんまいになるね。柵くん、いらっしゃい。何かあった？お晩です。先生の様子がどうなってんかなと思いまして。夫ならほら、あそこにいるわよ。ジェッサ、なんだこの生き物。迷子センターに行かなければ。助けねえ、ここぞとばかりに。こういう時くらいしか先生をいじることないでしょうよ。こういう時だからこそ意地になってんだよ、こんやろうが。先生遅くないっすか？俺早歩きっすよ。身長差ずりーだろこら、知人自前。ちょっと待って、煽り体勢クソ雑魚になってない？こんなだっけ？普段丁寧な柵くんからあってのも少しはあるんじゃない？完全に親戚の人がいとこかおいっこで遊んでる図なんだけど。早歩きがなんだって。乗ってこんでください。平和だな、ピンクだな、ロンニャー、スモニャー。あ、なんか嫌だな、先生がこれって。これって言うな。理事長から話は聞いてて、姿も知ってはいましたが、実物見たらヤバいっすね。こりゃ日常生活困るわ。でも師匠楽しそうでしたやん。視線感じるぞこれ。もろにじーっと見てるしね。それで本当に様子見に来ただけ。まあそんなもんす。
だけどついでに言えば原因わかればいいなってところですわ。結果的に先生から背中にドンとされたんすけどね。ワンちゃんこのまんまでもいいけどな。絶対おちょくりたいだけだろうに。てか仕事できねえよこのざまじゃ。先生に必要なものがもしあれば、理事長から呼ばれることになってます。連絡はできるようにお願いしますわ。はぁ、あいよっと。頼むから生徒に変なこと言うなよ。本来なら言いふらすところですが、黒歴史を撒き散らすにゃいかんので、ご安心を。マジだろうな。口が硬いのは本当だから安心していいよ。何げ、秘密まみれだからなお前。娘が言うならいいか。じゃ、おいとまします。明日はちょいと好きな講義なもんで。何の講義？心理学関連ですよ。人間を知るにはかなりいいもんなんで。人材が人間を積極的に理解しようとするか。ある意味かなり人間らしいな。ふわー。私部屋に戻るね。あいよー。おやすみー。寝るかわかんないけどね。あ、もしあれなら、外泊してね。そういや前に約束したな。さてと、二人きり。なんだよ。抱き心地いいね。大人の時とは違う。ガキンチョだからなんもねえんじゃないんけ。でもなんかいい匂いするけどね。昔のリンかな？気のせいかな。いや知らんよ。そんなにすねなくていいじゃん。霊は霊なんだからさ。別にすねてはねえよ。ただ、なんかいろいろと不便なだけ。うまい飯、もっと食いたかったのに。すぐに腹膨れるんだ。なんだ嬉しいこと言ってくれるじゃん。こら、抱きしめる力強い。ちょっと痛い。力加減難しいな。人より案外、痛覚強いのかな。いや、あの、メロンの問題。珍しくストレート。ねえ、子供のまんまじゃ思うことできないだろうけどさ、一緒に寝ない？ま、言うと思ったよ。どうせあれだろ、こんな姿の俺は今だけだからとか言うんだろう。わかってるじゃん。だけど、我慢はしてあげる。外泊はちょっと、お高いからね。そこかよ。ま、助かるけどよ。朝になったら戻れるかと思ったけど、そういうわけじゃないのか。困ったなぁ。はてさて、どないしたものか。なるようになるかな。